あとこれね、ああ、こうやってね、こう仲間なのかカップルなのかで来ててね、羨ましいですね。僕なんか一人で来てね、一人で一眼構えてなんだあいつって感じでや,やってましたね。まあ、あ、パズルね、パズル、パズル。そうそう、パズルもいっぱいあったよな。この辺からはね、またコラボグッズというか商品というか、あ、これ劇場のあれですね。あの、劇場のお土産アイテムというかね、やつですね。この下のやつはこれ、 お弁当箱ですね。こんなお弁当箱、楽しいよなぁ。これエヴァ仲間いたらすげぇ盛り上がると思うんだけどね。あとこれイヤホンね。イヤホンも流行ったなぁ。俺も欲しかったなぁ。そう、白いやつね。白か、アスカのか。まぁ、あ、やっぱ白の綾波のだろうと思ってましたけどね、僕は。これはね、ちょっと僕、正直わかんなかったら多分ね、テレホンカードだと思うんですよね、これね。え、こんなに種類出てたのと思ったんですけど。 まあ、二十七年前だったらテレホンカードあっておかしくないですよね。いや、懐かしいというか時代の流れを感じますね。今、さっきの冒頭のあのシングル CD じゃないけど、テレホンカードなんかね、みんなわかんないでしょっていう人もいるでしょうからね。これもパズルですね。まあ、パズルって言えばは結構神話性が高いかもね。なんかこう、謎めいてる感じがなんか似てるというかね。うん、いいかもしんない。これはバック。 狂いっすねまあ、こういうのもね、さっきのアパレル見ちゃったんで、まあ、普通じゃんと思うんですけど、まあ、当時はね、やっぱアニメの柄っていうか、アニメそのもの、キャラクターじゃなくって、アニメの中のデザイン、衣装をそのまま、こう、なんていうか、日常使いのものに持ってくるっていうのが、すごく斬新だったんですよね。それでね、これなんかちょっと見てください、この柄ね。まあ、僕ら、エヴァファンはすぐエヴァンゲリオンだってわかりますけれども、 まあね、パッと見何のこっちゃわかんないと思いますし、まあ今でもね、このデザイン全然強すんじゃないのと思ってちょっと大写しにちょっとしてみた次第なんですけどもね。で、これがね、まあコラボですよね。ほんとね、フェンダーのギター。まあ残念ながらちょっと実物がなかったのがすごく残念なんですけど、フェンダーなんすたらあの本当ロックミュージシャンとかがね、もう普通に使ってるギターですから、まあそういうものがね、あのこうやってエヴァとコラボしてたんだなっていうのを思うと、 まあやっぱムーブメントとしてはすごい大きいものがあったんだなっていう感じがしますね。ちょっとアスカの絵とかちょっとなんか雰囲気違うんですけどね。まあこれはこれで面白いかなと思って撮っときました。でなんか、 フェンダー USA とのコラボレーションギターとか言ってね、なんかオークションかなんかですごい高値で売れたみたいなことが書いてありましたけれども、で、残念ながら、ね、ちょっと実物はなかったんですけど、これがそのギターだということらしいですね。まあ、あやなみなんだな、やっぱりなと思って見てました。あ、ロンギヌスの槍も書いてあるね、ネックのところにね。で、これはなんだあー、なんだろうこれ。なんかバインダーみたいなやつだなぁ。 これなんか食玩かな食玩っぽいっすね。なんかずらっと細かいのがいっぱい並んでる感じで。ああ、そうっすね。こんなのあったね、なんか。あの、プライズフィギュア、ちっちゃいプライズフィギュアみたいなイメージかな。これは、なんだろう。うチョロ Q かな後ろチョロ Q だね、これね、きっとね。ああ、トレーラーみたいなことなのかなチョロ Q 版の。あ、これナノブロックね。ナノブロックもあったね。こういうのね。あと、前は、 ペー,パーペーパークラフトって言ってあるのかな。うん。あれもあったなぁ。あったあったあった。っていうか、これは結構新しいじゃないかなうん。確かね。これは、あこれはエントリープラグフロートですから、もういわゆる浮き輪ですね。これ欲しかったな俺。欲しかったけどね、世間体を気にして買わなかった気がすんな。結構市民プールとか行って使いたかったんだけどね、我慢しちゃう。 ダメなファンですね、俺もね。これはね、なんかね、漢字で書いてあったね。だから、か、海外もののエヴァンゲリオンだと思うんだよね。なんかね、漢字で、なんだっけな、自分見たことあるの、なんかね。 これは天馬戦士とか書いてあるんだけど、なんかね、自分みたいな福音戦士とか、あの福音ね、1ポンドの福音の福音、あの福音戦士とか書いてあるのは見たことありますね。あと、これら辺はもうなんか、いろんなおもちゃが並んでたら、あの、おもちゃね、フィギュアとかじゃなくて、おもちゃって感じあ、カルタもあんだと思ってね。 予測不能乙女の恋心。リツコはプラス 1570g とかね。まあ、なかなか、このカルタ、ー誰か一緒にやってくんないかな。やってくれる人いたら、ぜひお願いしたいな。で、あとは、あ、エヴァンゲリオン、新幹線じゃないな、これ。新幹線なのかな。名鉄って書いてあるね。2000系って書いてあるね。あと、エバッチ。 たまごっちだね。たまごっちのエヴァ版っていうことでしょうね。こんなのあったんだね。この辺は全然ほんとノーマークだなあとこれ何プログレッシブナイフのレプリカモデルとか後ろに書いてありますね。うちょっと欲しいな、レプリカモデル。じ、じ、一分の一うんあ、あとパズルだね、さっきのね。さっきもありましたけど。うん。やっぱアニメっぽいね。この辺の商品はね。それからなんだろ、これは。あ、これさっきの劇場用の こう、グッズだね。うん。新劇場版の時の。なら、あの、マグカップとかね。あとこういう。あ、エヴァンゲリオン新劇場版って書いてある、ね。これ、何作るんだろう卵焼きでも作るのかなこれで。なんだろうね。よくあの、感触とか書いてあるけど。これいいね。お皿ね。いや、こういうの欲しくなっちゃうけど、置いとけないよな。部屋に、家にな。どうしたらいいんだろうこういうの。あとこれ。これはなんだろう。カレンダーかな。これわかんないな。なんだろう。あ、なんか、ビジュアルのスタンド。 アクリルスタンドみたいなもんかなおもしなんだろうしおりあ、あとパズルね。こっちは比較的最近のパズルっすね。劇場版の、あの、キービジュアルとか、米山舞さんの柄とかもありますね。あとこれはなんだろうこれも古そうだね。だいぶね。まだエヴァが テレビ、テレビ版だった時っぽい感じですね。なんだろうね、これはね。それからこれがね、スーパーカーのオロチっていうやつらしくて、まあ、東京会場限定っていうことでね、まあ、今回のために横断ーーが貸してくださったということらしいんですけれども、まあ、あの、よくわかんないですよ、私正直。車はね、全然わかんないんでね、まあ、すごいことなんでしょうけれども、まあ、世界に一台のみの、 エヴァーペイントの車っていうことらしいんですけれどもね。えー、それでまた、えー、グッズの方にね、ちょっと戻ってきましたけれども、まあ、左下のね、ネルフ本部っていうのが出てまして、これはどうも、あの、後で多分ね、また画像出てくると思うんですけど、テントみたいですね。どうもね。うん、こんなのもあったんですね。まあ、うーん、ダジャレですね。あ、これは手ぬぐいですね。僕、確かね、これエヴァーファンフェイスの時に、 これ出してらっしゃった、あの、方とお話しする機会があったかと思うんですけど、消しゴムハンコかなんかね、作られてたんじゃなかったかな違ってたらごめんなさいね。で、この辺は、ギア。なんすかもっとかっこよくガジェットって言うんですかね。あ、これ、パソコンですよ。ノートパソコン。はじめなんでこのパネルと思ってね、なんでことかわかんなかったんですけど、これノートパソコンの表みたいですよ。こんなパソコン使えないですよ。かっこよすぎて。で、この辺がね、USB メモリー2ギガとかね、出てますね。これ右がなんだろう。 あ、ウォークマンですね、これね。あー、メモリーカード。32ギガ。当時高かったんでしょうね、きっとね。7、8000ぐらいしてたんじゃないですか、これで。32ギガで。で、あとは、これが、携帯か。アスカが書いてあるだけど、表は全然普通っすね。このシール貼っちゃえば同じの作れそうですけどね。まあ、当時はこれでもすごかったんでしょうね、きっとね。コラボしたって、きっとドコモじゃないのこれ。ちょっとわかんないけど。 この辺もエヴァものですね。エヴァの電卓と、あと、キーホルダーかなこれはね。左、あの、左、真ん中ちょっと左側の手前のやつはね。この電卓はちょっと欲しいですね。あと、充電器だ。上はね、ワイヤレス充電器で、下は、モバイルバッテリーですね。左側は、あの、なんていうの ?IC アートっていうのなんていうのこういうの。基板アートっていうのかなそれのコラボグッズですね。これは、 iPhone 13のやつでしょうね。iPhone 13, iPhone ばっかなんだよな、これ。カバーや。ね。スマホカバーやってくれんのね。Android でやってほしいよね。これ多分、これはね、なんだろう。定期入れかな光るんじゃなかったかな確か。改札通るときにやると。違ってたら、ちょっとごめんなさいね。で、あ、これ、面白かった。コンテナだね。コンテナと体重計とあとストーブ。かなうん。ストーブいいね、これね。でももうちょっと、寝るフっぽい柄の方が、 ストーブなんかは面白い気がするんだけどな。 体重計もこれついこうやって測っちゃいそうでこう手広げてね。なんかね。エヴァンゲリオンストーブですよ、これは。多分。形から察するに。はい。あとは何でしょうかね。あ、ペットグッズね。そうそう、セントラルドグマじゃなくてなんだっけこれ、ネルフ本部みたいな形してますけども。こういうのも犬飼ってたら面白いのかもね。あと、この辺は食品関係ですかね。えっ、ー、と、スナック菓子とか、ふりかけとかですね。あと、キャンディーかな、これ。 このふりかけはね、私ね、買ってもらいました。あのー、売れ残って割引になってたんでね、やっと買ってもらいました。定価では買ってもらえなかったんで、はい。えー、とあと、ニンニクラーメン、チャーシュー抜きね。これ今あったら買っちゃうななんで売ってる時に買わなかったのかなわかんない。で、これは、なんだろうね、缶に入ってるけど、ガムか飴かだと思うんですけどもね。まあ、この柄選んで買っちゃうよね。どれ買おうかなつってね、1時間ぐらい悩んじゃって。 アクオのガムですね。これもまあ、矢波でしょうね。買うとしたらね、僕は。それからですね。あ、これね。これね。ネスカフェのバリスタですよ。これ私持ってます。これはね、買いました。あの、ちょうど壊れちゃったもんですから。あの、勝手に買ってね。何この柄って言われて、ちょっとムッとされたんですけど。あの、うるせえつってこれにしましたけども。あと、これがさっきのネルフ本部ですね。テントですね。多分こういう風になるよっていうことなんでしょうね。いや、これもね。 今、キャンプブームだから売れんじゃないかな、今これ同じことやったら。なんか、ロゴスかなんかとコラボしてるよね、エヴね、今ね。うん。あとこれ Wi-Fi の機械す、Fi、ですね。Wi-Fi ですね。ごつすぎんだろうと思いながら買っちゃうんだよな、きっと。これも、これも Wi-Fi と、あと HDD、DVD ドライブなってますね。まあ、今、PC もゲーミング PC でね、すごいの出てたりするんでね。これもノートパソコンか。これも欲しいね。スペックどうなんだろう。 これ、ま、あネルフオンリーって書いてあるけど、ネルフオンリーじゃないよね。もうネルフだけでいいよね、ここはね。ま、あちょっと、あの、企画者のちょっとあれが弱いね。あの、エヴァイがね。あとこれ、なんだっけ、タイル。 だっけなんだっけこの、紛失防止タグね。これは、欲しいんでね。普通にね、欲しいやつで。で、この辺もコラボですね。まあ、ほんとこの辺、コラボって感じするね。こういうの見るとね。うん。ああとイヤホンね。これも日テレかなんかで、ね、ミサトさんが、深夜というか明け方に、通販やってるでしょ、こういうのね。あれ買っちゃうよね、気をつけないと。あと、これ寝袋かな。 エントリープラグに入って寝るなんてちょっとゾッとしますけどもね。どうなんだろうね。あとこれ着ぐるみなんか、なんだろうねこれね。よくわかんないけども、あの、これ着て寝るのかなパジャマかなよくわかんないな。で、この後が衝撃なんですけど、1時間店長ね、 高橋陽子さんがやった時に来ちゃってるというね。まあ、撮っとくしかないだろうってことで、ちょっと撮影しときましたけども。これはね、何かよくわかんなかった。解説がね、出てなくて、商品だけポンポンポンと打たるのわかんないです多分クッションじゃないかなと思うんですよね。この初号機の型の部分とか。あと、これよかったね。ミサトの焼酎ってやつね。まあ、ダッサイとね、コラボしたりしてたんで、まあ、ミサトさんと酒のコラボっていうのはいいなと。まあ、このミサトさんの顔見ながらね、ちょっとこう、焼酎、うん、なんか、 お茶割りかなんか飲むっていうのもいいんじゃないですかね。なかなか。あ、これもシャンパンかなこの瓶の形だと。まあ、すごい綺麗なボトルでしたね、これもね。あと、これはなんだクッキーか。クッキーだあーこの右端のペットボトル。あったね。箱根の方とか行くと売ってんだよね。あの、キヨスクとかで。あと、アスカの眼帯ね。眼帯してないじゃん、アスカが。それでいいのちょっとよくわかんないけど。眼帯したアスカ使った方がよかったんじゃないのこれは。 あと、レイのヘッドセットね。なんかコスプレグッズじゃないけど、こんなのあったね。うん。コスパ派のやつなのかなこれね。あとは、メガネとかもあったんだね。あ、これはコスパ、コスパコスパコスパなのかなちょっとわかんないけど。あのブランドのやつじゃないかな。あと、抱き枕ね。これもなんか絵柄違うけど、ここに並ぶってことは公式なんだろうね。同人物とかじゃなくてね。うん。あと、この辺も、 クッションなんだろうなぁ。うん。まあ、ライセンスが降りてるということなんでしょうね。これはね。あと、この辺は何かなと思って見てたんですけど、時計なんですよね。あのー、これ。えー、トリプル A ブンダーのね、えー、掛け時計。これちょっとね、あのー、シンプルでいいなと思って見てましたけれども、こんな掛け時計なら使えるなと思って。あと、これはね、なんだろう。G-SHOCK じゃない ぽいななとかかなこれねちょっと時計もあんま詳しくないんであれなんですけあこれはシチズンって書いてありますね初号機モデルみたいなことなんでしょうけれどもねこの辺は何だろうあまた実報とかですね灰皿とかまあいわゆる喫煙具といいますかそういうもののコラボですねまあ実報はやっぱりかっこいいよねあのネルフのねロゴが入ってたりして この辺も、これ、ライターですね。こんな使い捨てライターみたいなやつもやってたんですね。まあ、アニメだとなかなかできないけど、エヴァならいけるってことでしょうね。あと、あ、これ、ソイネシーツって書いてあるさっきの、綾波のやつですね、きっとね。こんなやつだったんだ。これ、ライセンス降りてんだね。あ、カオルんとリョウジの、カジさんのやつもありますね。へえ、あそこに、 乗っかって使うんだろうね。これは何だろう。これもシーツなのかなあ、シーツなのかもしんないね。こう結構縦長でこういう柄で入ってますよっていうことなのかもしんないな。この辺は結構最近のフィギュアっぽいっすね。ブンダーがいたりね。2号機のあの突入する時のブースターが乗っかってます。あ、これそうだね。触眼のやつだよね。これは結構よくできてるっつって、ちょっと話題になってましたね。うん。こっちも プチエバとかの食顔でしょう多分ね。これはね、うん、プチエバだから食顔っていうよりはもうこれ単体で売ってたやつかな多分、ことぶき屋のショップとかで売ってたようなやつじゃないかなと思います。あ、なんかこの雰囲気なんか懐かしいっすね。ありましたね。うん。このディフォルメされた可愛らしい感じのね。あ。 そう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 。これ、闘身が三頭身ぐらいっすね。うん。よくできてるね、これね。よく見ると。あとなんか、あ、ぬいぐるみなんだこれ。コラボっすね。ユニコーンみたいな。あなんかあったな、こんなのも。あこの辺はもろ、なんだろう、当時500円ぐらいで一箱売ってたような、ね。あの、箱入りのフィギュア、じゃないかなと思いますね。あー、結構、 結構ね、古いんじゃないかな。ミサトさんのこの格好ってなんだっけうーん、なんだっけこれ、うん、ちょっと全然ピンとこないな。なん、なんかでも見覚えあるな、これ。なんか、あれ、な、うんだろう。わかんない。あー、これはあれですね。ヤシマ作戦の時にもう、変な顔になっちゃってるミサトさんの時の髪型ですね、これはね。そうそうそう。いや、ずらっと並んでるけどよくできてるねやっぱこういうの欲しくなっちゃって、 で、なんかちょこちょこね、買っちゃったりしてたなああ、この辺もさっきのエヴァーフレームね。そう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 ,そう。あのー、出来がいいっつうんで結構出てましたね。あとこれなんだ宝トミーになるまで、トミーの、あなんか水鉄砲じゃないけど、こういう銃のやつも売ってたんすね。うん。なんとかショット世界大会って書いてあるね。サ,イサバイバーショット。 なんか、ジリオンとか思い出しますね。上のカンカンなんだろう。うこれなんだろう。うエヴァンゲリオンのブロックみたいなやつ。<laughs> なんだろうね。ダイヤブロックか。ダイヤブロックだ。あー。あとこれ玄関マットかな。うん、そうだね、きっとね。すげーなー えー、スケボーですね。こあれスケボーか前が一輪だな。こういうのもあんのかなスケ、あれスケボーって前一輪だったっけお、なんかわかんなくなっちゃった。あの、ガキンチョの時スケボー乗ってたんですけどね。もうほんとガキンチョの時ね。あの、小学生とかの時ですけどね。あれ前って一輪だったっけわかんなくなっちゃった。二輪二輪じゃなかったっけもうダメだ。わかんない。一輪なのかも最近は。スケボーといえば。すいません。わかんないです。その辺は。あとは、ゴルフバッグ。 ースねゴルフもね、やったことないんでね。まあ、やれば楽しいんでしょうね、ゴルフね。あと、ヘルメットですね。バイクも乗らないですよ。どんだけインドアなんだっていうね、感じですけどもね。誘われたことあるんだけど、まあ、乗らないね。僕、興味ないね。あとは、これダンベルかダンベルだね、これね。 ああまあ、ああ、ゴルフボールね。ああ、なるほど、なるほど。こういうのもあったのね。ねやっぱエヴァー見ててゴルフもやるっていうのは相当なね、なんていうのかな、もうオープンな人ですよああ。僕そんなね、そんな感じで人生送ってこれなかったっすよ。なんかね。うん、あと、ネルフヘッドクォーターって書いてありますけどね。ネルフオンリー。なるほど。あとは何ですか <laughs> ああ、ルアーね。 ルアフィッシング。こんなの、こ、これで釣れるのかね釣れるんだろうねキラッと光るから。ああ、こうやって売ってあったのね。なるほど。まあ、この辺なんかはね、僕、やるやらない別として、コラボらしいコラボで、素晴らしいですね。やっぱこういうことだよね、コラボってね。ああ、この、なにこれ園芸バサミかなアルミプライヤープライヤーだ。<laughs> エヴァ×ドレス。なんか、バオ来訪者出てきちゃいそうですけど、ドレスなんて聞くとね。いや、この辺が、そうか。 こすごくコラボらしいコラボかもしんないね。あー、これな、なんて言うんだっけ、これ。カンカンの上にこう、クッションが乗ってて、座ったり足乗っけたりできるやつね。これ結構ね、足楽でいいんだよね。あ、これはたまにね、ホームセンターなんか行くとね、あの、コーナー作ってあって、置いてありますね、あの、工具ね。工具類を、 あのー、エヴァとコラボしてあるやつね。欲しくなっちゃうんだけど、俺工具そんな使わねえしなと思って買うのいちゅうちゅうしちゃうんだよね。そうそう。あ、カラビナとかね。何に使うのと思いながら欲しくなっちゃう。これ、あ、頭のね、ライトでしょう。ヘッドライトでしょうね。これね。この辺もそうですね。工具、絡みで、あの、何ですか外に水まくあの子、こ何なんていうのシャワーっていうのあれとか、あと、ワゴンですよね。うんうんうん。これは、そうそう。 ここに工具入れたりして使いなさいよっていうことでしょうね。それからこれが自転車。これはかっこいいね。これかっこいいわ。ちょっとちっちゃめのミニベロでね。このカラーリングがかっこいいね。あとこの辺も工具か。まあ、どうなんだろう。使い勝手どうなんですかね。まあ結構良さそうな、物は良さそうな感じしますね。あ、あと、インパクトドライバーかな、これは。これもかっこいいね。インパクトドライバー自体が今かっこいいもんね。デザインがね。 これなんか初号機モデルでかっこいいかもしんない。あ、これがエヴァンゲリオンレーシングですね。すごいね、コスチューム。どうせなら本物の方に着といて欲しかったですけど、まあ、しょうがないですね、それはね。バイクもすごいっすね。ちゃんと企業ロゴも入ってんすね、これでね。よくオッケー出たなって感じですけど、素晴らしいっすね、これもね。はい、ずらっと並んでもらいましたけども。ええ、な感じですね。まだまだ続きますよ。